やっとお目覚めですね。おはようございます、お寝坊さん。フミリル。はい、フミリルです。クーちゃん。生き返るな。本当に気持ちよさそう。お風呂は命の洗濯かな。くーちゃんらしいですね。でもずっと寝たきりだったんですから、今はゆっくり休まないと。起きたばかりなんだから、そんなに休んでばかりいられないよ。無理はダメですよ。目覚めたお祝いに、今日は胃に優しいもの、モロロ粥よりくーちゃんは薬膳の方がいいですよね。うん、美味しいし体にもいいし、まさにごちそうだよ。はい。やっぱりフミリルは何も言わなくても分かってくれてる。私の大切な幼馴染、たった一人の友だ。くーちゃん。あ、うん、なんでも。何か大切なことを忘れてる、そんな気がする。私ずっと寝ていたって？10日ほど。もしかしてくーちゃん覚えてないのですか？何も思い出せない。私一体。赤様、やっぱり代わりに僕たちが。いい、気が紛れる。どうした、アルル、カミュ。オブロ、クーが起きた。本当か？今お風呂に入ってるよ。オブロ様、お待たせしました。クン。うわ、何？もう起き上がってもいいのか？体の方はもう良いのか？気分はどこか具合が悪かったりしてないか？どうしたのかな、お父様。どうなんだ？もう平気かな。具合は悪くないし、痛いとことかもないし。そうか、なんともないならそれでいい。お父様。あまり父を心配させるな。おぼろ様、心配でずっとうろうろしてましたもの。鬱陶しかった。看病をしようとして女官さんたちに追い出されてたんだよね。娘を看病して何が悪い？何もかも悪い。年頃の娘を着替えさせたり、体を拭いたりしようとするのはどうかと思うな。やっぱり心配かけちゃったんだ、クオン。それよりも顔をもっとよく見せてくれ。あれ、お茶を入れようとしてまたやけどした。大げさだ、何も問題はない。もうまたなんだ。お父様ってば、お茶を入れるのは他の人に任せたらいいのに。そう言うな。気分により茶葉を変え、茶器を選ぶ。誰にも邪魔されず、自由で心安らぐ俺の数少ない趣味だ。不思議な感じかな、お父様の無骨な手があんな繊細なお茶を入れるんだもの。それにしてもまた少し大きくなったか？そうかな、よくわからないけど。やはり親子なのだな。ますますあいつに似て可憐に美しくなってきた。お前は俺を置いていったりはしないな、お父様。いや、本当にどこも具合が悪いところはないんだな。もうお父様ってば大げさかな、ほんの少し寝込んだくらいで。父親とはそういうものだ。たった一人の娘、心配して何が悪い。あ、帰ってきたんだ、私の故郷、私の大切な人たち。あれ、どうしたク。あ、うん、なんでもないの。ならごちそう食べ行く。うん、クーちゃんの会期祝いだよ。行きましょうクーちゃん。
クーは何も覚えていない。ヤマトで神たちに会ったこともどうやって帰ってきたかも、それ以前に旅に出ていたことすら。そうか。クーちゃん、さすがにトゥスクルのことを忘れてしまってないですよね。忘れてないよ。いろんな景色。そうだ、確か。そう、いろんな場所を歩いていた。それでお父様が迎えに来てくれて。お父様が迎えに。どうして。何も思い出せないのがこんなにもどかしいだなんて。こんな気持ちだったのかな。あれ、今誰のこと。クロとベナミ、どこか行ってたんだ。ただいま戻りました。ご苦労であった。うっす。いや、疲れた疲れた。何度乗っても船旅ってのは慣れなくっていけねえ。報告は後ほど聞こう。今日はゆっくり休むがいい。そうさせてもらいやすぜ。まずは風呂に入ってさっぱりと。お、クオン。お嬢、心配しやしたぜ。お加減はもうよろしいんで。うん、大丈夫。どうしやした。私、旅をしていたみたいなんだけど、ほとんど覚えてないんだ。へえ、覚えてないね。そういえば船って言ってたけど、遠征でもしてきたんだ。遠征ってより偵察ですかね。クロ。ああ、そうそう、ヤマトの情勢ですが裏付けが取れやしたぜ。ヤマト。いや、なかなか面白いことになってやすぜ。その話は後でいい。海を隔ってこのトゥスクルの隣にある大国、渡航が困難だったために国交はなかった。でも最近交易が始まって、正式に国交が始まる前にありのままを見たくなって。クーちゃん。クオン。大丈夫かな。今もう少しで何かを。あちらさんも大変だ。突然攻めてきたと思ったら途中で帝が崩御してまさかの撤退だね。哀れなのは残された王女様かい。嘆き辛労で床に伏せたってのも、実際には帝と同じ何者かから毒を盛られたってな。毒。私何かを。コロナの者が軟禁されていた王女を奪還、そのまま帝都を脱出したってことだが、実質追放だ。この仕打ちにはさすがに同情するね。てなことお嬢に、その脱出劇の当事者に言うことじゃありやせんでしたね。私は。しかしまあ、旅に出たと思ったら国の大事にホイホイと首を。相変わらずお嬢はおてんばなことで。ああ、そういや何をしてたのか忘れてるんでしたっけ。そうだ、みんなとは。あなたと一緒だった。どこへ行かれるおつもりか。己が立場、忘れたとは言いますまいな。神聖にして偉大なる血を受け継ぎし王路となることを運命づけられた唯一の大方、我が御子トゥスクル王女殿下、天使クオン。トゥスクルの王女たる者が他国の祭りごとに干渉する、その意味がわからぬほど子供ではありますまい。ただのクオンとしてなら。なおさらのこと、何の後ろ盾も持たないあなた様一人が言ったところで何の役に立つというのです。そこまでだ。思い出したか。
友への思い、わからんでもない。だが焦らずとも近いうちに再会することになろう。それって、お前も知っている通り、敵国であるヤマトの帝が死んだ。敵国？ヤマトは今後継者も定まらず混乱の渦にある。統率すべきものなく、思惑が入り乱れ、国や士族が割れた。さらに厄介な存在であるあのアクルカを持つ者たちも分散し、今や栄華を誇ったかつての姿はない。この機に乗じ、我がトゥスクルはヤマトへと進攻する。どうして？こいつは売られた喧嘩だ。売られたからには買う。またトゥスクルに攻め入ってくる前に奴らを潰すまで。でもアンジュならそんな真似。現状ではアンジュ王女殿下が帝都に帰還することは不可能かと。それは巫女、あなたがよくご存知のはず。レナウィ、ヤマトへの侵攻はすでに決定された。これ以上半人前のそなたが何を言おうと覆ることはない。でも連れて行け。少し頭を冷やせ。さあクーちゃん、待って。私は巫女、お体に違和感を感じていませんか？その違和感は癒えたと思われていた病が再び芽吹いたためのものです。クスシ様の診断では巫女の病が活性化し再発したのではとのこと。いきなり何を言ってるのかな。私は病気になんて。覚えていないのも無理はありません。あの頃はまだ幼かったゆえ。ちっちゃい時にね、クーちゃん急に倒れたの。すごく高い熱を出したと思ったら氷のように冷たくなったり。そんなことが。すぐ分かったんだ、それがユズッチ、クーちゃんのお母さんの命を奪ったのと同じ病気だって。再び病に蝕まれれば巫女のお体は耐えられなくなり崩壊します。いい？クオ、深淵、内から聞こえる声に絶対に耳を傾けちゃダメよ。このまま療養に専念し穏やかに過ごすのであれば、いずれそれも静まるであろうとのことです。いいんですか？本当のことを言わなくて。お嬢の病なんてとっくに完治。いや、お嬢の…お前の言いたいことはわかる。だが今はまだその時ではない。ウィス。というかお前が言うな。ごもっともなことで。もう本当にそうだよ。ゆっくり思い出してもらうつもりだったのに、クーちゃんの記憶を揺さぶるようなこと言って。さて何のことやら。しらじらしい。ま、言いたいことはわかりやすがね。ある日突然思い出したりでもしたらどうしやす。お嬢のことだ。このまま黙って失踪って光景が目に浮かぶんですがね。それにしても自分のことよりダチの心配とは、ほんと誰に似たんだか。当然だ、俺の娘なのだからな。どうしよう、クーちゃん思い出しちゃったよ。問題ない。でもお父様が迎えに。なんだかちぐはぐなこと言ってる。あれってば。お父様、苦しいよ。胸が締め付けられるの。胸が張り裂けそうで、こんな気持ち今までなかった。痛いよ。そっか、お前は恋をしたのだな。恋？ああ、それが、その気持ちが恋だ。何かの書物で読んだことある。あまりに辛い経験をすると
心が壊れないよう別の記憶が刷り込まれることがあるって。ならばなおのこと、マドロム子をどうして起こす必要がある。世は全て夢うつつか、不安の中ではそれが現実なのだ。たとえそれが夢であろうともな。戻らなくちゃ、私みんなにひどいことを。どうしてあんな大事な時に。若様、姫様が。謝らなくっちゃ、みんなに。もう少しで国境を。クー、やっぱり抜け出してきちゃったんだね。行かせてくれないんだ。ダメ、病み上がりなんだから、そんな無茶なことしたらダメだってば。でも、私は。クーは強い子、あれをねじ伏せ支配してる。でもずっと抑え続けられるとは限らない。いつかきっと破綻する。私は病なんかに負けない。精一杯やってみて、それで病なんかに負けるのなら、所詮私はその程度の。所詮その程度。クーはありったけの愛を受けて生まれた。クーの命は愛そのもの。それを軽んじるような真似、クーであっても許さない。ごめん。クーはみんなのために力を使う。傷ついても、命削ってもクーは戦う。クーはお父さんの娘だから。それほどまでに友を助けたいか。お前は俺の後を継ぎ、民を導くことを宿命づけられた俺の娘だ。それを己の民を捨てていくというのであれば、もう何も言わん。巫女、友を思うのならば、まずは心を静め、対局を見定めることです。対局。ご自身が何者であるかを、そしてあなた様にしかできないことがあることを、お忘れではありませんか。私が何者で、何ができるか報告します。ふん、動いたか。偽の王女まで出てくるとはな。これでアンジュ王女殿下の立場はさらに苦しいものとなりましたか。気に食わん。何やら裏でこそこそ動いている奴がいると見える。みんな、私は。友を思うのならば、まずは心を静め、対局を見定めることです。はあ。さて、どうしやす？混乱のどさくさに紛れてヤマトを落とすってのが、ちょいと難しくなりやしたが。問題ない。そうでなくてはつまらんというものだ。ヤマトには我が行く。お父様、ヤマト遠征の采配、我に一任を。見事ヤマトを落としてご覧に入れます。やれやれ、安静にしろと言われてんのに。我が行うのは采配のみ。強者どもの手柄を奪うような無粋な真似はせん。問題はあるまい。やらせたらいい。でも。すまぬなベナミ、そなたの言う通り、対局を見誤るところであった。このテスクルにあだなす者は我が打つ。そうだな。辛い思いをすることになります。共に裏切り者と罵られ憎まれることになるでしょう。
我はクオン、トゥスクルオオバロの娘にして、そう白オロの血を受け継ぎし者、天使クオンぞ。ならばトゥスクルオオボロとして命ずる。我らが精鋭を引き、見事ヤマトを簒奪してみせよ。勅命、慎んで受けたまわる。あ、そっか、私がただのクオンでいられた時は終わっちゃったんだ。クロン、ベナミ、出るぞ。夢の中と、マロ、これでよかったんだ。兄上、どうした？はい、先ほど目通りを求めている行商人が現れたと報告がありました。この状況でか。何でもその者はクオンさんからの紹介状を持っていると。クオン殿の信頼できる者か。お初にお目にかかります。私、チキナロと申します。です。はい、クオン殿の紹介とのことだが。はい、クオン様にはいつもご贔屓にしていただいております。です。今回は皆様がご所望であろう品を伺いまして、駆けつけてまいりました次第でして。はい、まずはこちらをご覧いただきたく。なんだこれ、品物が次々と。その織物、雨津織ですか？これは古代史の断片なのです。こんな希少なものを一体どこで。どれも本物、帝に献上されるほどの品物ばかりです。クオン、いいところのお嬢様だろうと察してはいたが、ここまでとはな。ご注文とあらば、大抵のものは揃えてご覧に入れます。人身売買以外は何でも扱うが私の信条でして。はい、糧食や武具であってもか。もちろん、ご注文とあらば。この男。それとクオン様から仰せつかったものがございます。ん？どんな薬物に侵されていても、飲めばたちまち元通りとなる妙薬でございます。いくらになる？正直に申しますと、いささか値が張ります。です。はい、いい値で買おう。ただし後払いだ。それでもよろしゅうございますが、して担保は？それがしよう。兄様、ウーシュトル様。不足か？いやはや、私の負けです。どういうことだ？実のところ、これはクオン様より賜った品でして、オシトル様に渡すよう厳命されていたのですが、つい遊び心が生じまして。はい、つまり試したということか。いえいえ、とんでもない。これから末永くお付き合いするかもしれない方ですので、どうかご勘弁のほどを。はい、なかなか抜け目のないやつだな。まずは薬を試したい。今日はどうか休まれよ。はい、です。アンジュ様、元気になられると良いのですが。クオン殿が届けさせた薬だ。効果は間違いないはず。そうですね。これいいな。キュルキュル、あれはなんだ？確かに頂戴しました。です。はい、こちらも一本つけますので、今後ともどうぞご贔屓に。うまい人やな。またええもんを楽しみにしてる。これはオシトル様、姫殿下のお加減はいかがでしょう？まだわからぬ。さようですか。ですが薬の効果は保証いたします。はい、一つ聞きたい。お主とクオン殿はどういう関係なのだ？そのクオン様から余計なことはしゃべるなと厳命されておりまして。と、今のもどうかご内密に。そうか、ならば致し方ない。兄様、
こちら用立ててほしいものの目録です。これはこれは、早急に目処をつけてもらいたい。早速のご利用ありがとうございます。はい。やはりあちこちに穴があるな。正面の城門こそ立派ですが、他は国を囲む山田よりの防備になっているのです。デコポンポとの戦は乗り切れたが、あんな戦いを何度もすることはできないのです。警戒してくれればいいのだがな。防壁を整備するには時間も物資も足りないのです。攻めるにしても今の状態では。そうだな、エンナカムイの兵力だけでは朝廷に勝つことはできんだろう。オシタル、オシタルはおるか。ハク、ハクはどこじゃ。姫殿下、あの者結局一度も見舞いに現れなんだ。今すぐ呼び出せ。姫殿下、元気になられたこと誠に喜ばしいことでございます。うん、心配かけたな。ですが姫殿下は未だ病み上がりのお体、どうかご自愛ください。構わん、そんなことより吐くじゃ。余が直々にお仕置きしてやるのじゃ。早くあやつを。吐く様、お吐く様、どうしたのじゃ。吐くは、吐くは帝都脱出の折ブライトの戦いで奮戦し、なんとか撃退したものの命を落としました。何故世に言わなかったのじゃ。申し訳ありませぬ。ハクが亡くなったと聞けばそれを嘆きお体に触りましょう。これではまるで世が忠義を尽くしてくれたものを痛まぬ愚か者のようではないか。ハクはそれがしを守って死んだも同然、その責めはすべてそれがしが背負いましょう。姫殿下の笑顔を取り戻すことが伯の望み。元気なお姿を見ればきっと喜びましょう。どうか笑顔をお手向けください。そうじゃな。これでいいんだな、オシタル。世も伯に救われた。伯がいなければ世もここにおらなかったのじゃ。悲嘆に暮れては助けた甲斐がないと笑われるな。みんな心配をかけたな。世はもう大丈夫じゃ。まずは布告せねばならぬ。世が帝の真の後継者が今ここにあることを。姫殿下。なんじゃ。恐れながら申し上げます、偽の姫殿下のもと帝都は落ち着きを取り戻しております。兵力の差も鑑みれば今名乗りを上げられましても一生に伏されましょう。世が笑い者になるだと。偽の姫殿下を擁立した者にとってそれがしらを討ち取り逆賊と喧伝することなど造作もなきことでしょう。力がなければ真実といえど押しつぶされてしまうのです。ではどうせというのじゃ。世にずっとここにおれとでも言う。それもまた一つの道かと。押しとる。名乗りを上げず姿をくらましてしまえば御身の安全は間違いありませぬ。無論それがしは姫殿下が身分を捨てる道を選んだとしてもお仕えし続ける所存ですが、我こそが安寿と真の姫殿下として名乗りを上げるということは血にまみれた道を行くということに他なりません。多くの兵、民の血が流れ血で血を洗う大戦となりましょう。己が言葉で多くの命が失われてゆく、その覚悟が終わりですか。やつならこうしただろうと思ってな。猫ね。なんで
ないのです。あれが？はい、私の家なのです。つまりそれがしの？はい、母様のことを誰より気にかけている兄様がいつまでも家に寄らないのはおかしいのです。そうだな。しかしせめて母親には本当のことを。真実を知れば母様のお体に触るかもしれないのです。母様はもともと病気がちで体が弱っているのです。特に最近は目を悪くしてしまって。自分、それがしはきっと地獄へと落ちるのだろうな。一人ではないのですよ。ああ、分かっている。ただいま戻りましたです。まあ、お帰りなさい、猫ね。母様、一緒に。ありがとう。オシトルも一緒ね。長らくご無沙汰しておりました、母上。まあ、本当にオシトルなのね。ご奉公で忙しいでしょうに、帰ってきてくれるなんて。母上に会うためです。なんということはありませぬ。今日はあなたが好きなクルコマムトゥを作っておいたのよ。食べていってね。はい、取ってくるです。兄様、そろそろ。そうであったか。あら、来たばかりなのに。申し訳ありませぬ。あなたにはウコンウェ大将という大切なお役目があるものね。はい。またいつでも帰ってらっしゃい。次に来るときはゆっくりしていけるといいわね。本当にあれでよかったのか。いいのです、これでいいのですよ。書類仕事はまだ慣れんな。もみもみ、さすさす。またこんなに固くなって。お疲れを癒してください。ああ、気が抜けてとても。猫ね。一体何をしているのです？ご奉仕、主様がお疲れのようでしたので。ヤマト軍が迫っていると物見から連絡があったのです。しかもその旗印は。まさか三日月とはな。三日月じゃと？まことそういないか？間違いありません。三日月様、お味方なのでしょうか？うむ、我ら友の危機に駆けつけてくれたに違いない。さすが忠義の師、三日月殿よ。そうじゃな、三日月ならまったく頼りになるやつなのじゃ。オシトルはいるか？三日月。兄上、すぐに出迎えに参りましょう。待て。兄上。皆はここで待機していてくれ。
奴はそれがしに話があるようだからな。待たせたな、三日月。オシュトル、覚えているか。我らが帝よりこの絵の大将を賜りし日のこと。あの時のお言葉、その願い、この胸に深く刻まれている。オシュトルよ、貴様らはここで静かに息を潜めて生きよ。声を上げぬなら死んだも同じ。だがもしその声を上げるのならば、帝都に攻め上がる者として全て打ち滅ぼす。それが何者であってもだ。オシュトル、貴様はどうなのだ。その胸に問いかけよ。なんや、決闘前みたいな雰囲気や。こいつはちょっとヤバいんじゃない。姫殿下。待つのじゃ、三日月。待つのじゃ。姫殿下、行けませる。お戻りを。戻らぬ。世にはこの口で言わねばならぬことがある。姫殿下、お久しゅうございます。どういうつもりじゃ、三日月。よもや貴様ほどの男が偽物をあがめているわけではなかろう。答えよ、三日月。あれは姫殿下の衣をまとゆえそれらしく見えましょう。しかしあれを姫殿下と見まごう者はブルタンタの目と交換するべきでしょうな。ならば何故世に剣を向ける。それがお隠れになられた帝の勅命であるがゆえに。正常は我らこの絵にお命じになられた。一つは娘を、姫殿下をお守りせよと。そしてもう一つ、あらゆる災いから大和の民を守れと、そう直々にお命じ遊ばされた。民の血が流され得られるものにいかほどの価値があろうか。幸いここにはオシュトルがおりますゆえ、姫殿下をいかなる災厄からも守りましょう。ならば我は帝都に残り、民を守るという勅命を果たすまで。三日月、そなた何とぞここで静かに余生を送りなさいませ。ヤマトの王女、そしてヤマトの次なる帝なのじゃ。それがさらなる混乱を招くことも分かっておいでのはず。帝という地位などどうでもよい。じゃが世にはもう何も残されておらぬ。この名はお父上からいただいたたった一つだけ残された最後のもの。この名だけは偽物になど渡さぬ。人は誰しも守りたいものがある。だが力なくば大抵は奪われ蹂躙される。それは姫殿下とて例外ではない。我はなすべきことをなすまで力ずくでもこの地で隠姓していただきましょう。これはわがままなのか。お父上の残してくれたものを取り戻したい。それがわがままだというのか。聞いてくれ、それがしたちは。聞いてくれ、いつからそんなめめしいセリフを吐くようになった。三日月、兄様。オシュトル、違うぞ、立ち会え。ここでオシュトルを人柱にすることで王女さんの心を折るつもりか。そうなれば互いの兵に無駄な血を流させることなく終わる。ああは言っても王女さんも気にかけている。相変わらず不器用なことだ。オシュトル。姫殿下、お下がりを。兄様。猫で姫殿下を頼む。でもこれは避けては通れぬ道だ。姫殿下、下がりましょう。オシュトル、死ぬな、命令だぞ。御意に。それがしは、この縁中無意にオシュトルとしての在り方を示す必要がある。
そうでなければ。それでいい。正直勝ち目はない。だがせめて一矢報いることができれば。些細なことだ。懐かしいな。あの頃はこうして毎日のように剣の腕を競い合っていたよな。なのに今、俺と貴様は互いの守るべきものをかけて向き合っている。皮肉なものだ。さあ、貴様の覚悟、見せてもらうぞ。押しとる。できぬほど幾度もお前と剣を交えた俺が間違うはずもない。貴様誰だ。その鉄線、そういうことか。ふざけるな。なぜ貴様がそのアクルカを、なぜオシトルの名を、答えろ。元気になった。この先は三日月に任せて。待ってほしいのです。猫ねさん。猫やん。引け小娘。嫌です。どかないです。兄様はもう戦えないです。どうか剣を引いてほしいのです。兄だと。貴様もそのようなざれ言を。邪魔をするな。猫ね。おしとる。あとは頼む。どうしてもとおっしゃるのであれば、この猫ねを先に切るです。何。兄様はこのヤマトに必要な方なのです。このお前が帝の残した民を守るというのなら、それがしは帝の残した魂を、姫殿下をお守りする。そうさ、そう簡単に休めんよな。おさけ。貴様は黙れ。それがしは押しとる。それ以外の何者に見えようか。そうだ、それがしは押しとる。押しとるなのだ。その力を、意志を、それがしは受け継いだのだから。アクル…トルカ…貴様もアクルカに選ばれし者ということか。猫め、離れていてくれ。それがしは負けぬ。我は鳴神なり。アクルカよ、不朽なる力を持って我に雷神を喜ばせたまえ。
今日のところは引いてやる。次に相まみえる時までにその傷を癒しておくがいい。それまでその首預けておくぞ。貴様の意志しかと受け取った。戦場で会おうぞ、オシトル。全軍撤収せよ。世は決めたぞ。世の隅々にまで喧伝せよ。世こそが後継者たる天使アンジュであると。姫殿下、それは正常の御心のままに。ここは兄様、まだ起きてはダメなのです。猫め、三日月様の軍は国境を越えたそうです。再び仕掛けてくるとしても今すぐということはないのです。そうか、なぜなのです。どうしてそこまでできるのですか。最近なんとなく分かるようになってきたのだ、奴が何を考え何をなそうとしていたか。それがしはダメなのです。猫め、こんな無理をしてはダメなのです。アクルカの力まで使ってそんなことを続けていたら、兄様がまた兄様が、もし兄様がいなくなってしまったら私はどうすればよいのです。最後に残された言葉さえも守れず、無力な私だけが残されて、でも兄様が兄様であろうとするほど私の中の本物の兄様がいなくなってしまって、そうなればみんなの中のハクさんもいなくなってしまうのです。それにしても奴には感謝だな。まさか老雪してヤマトの右近衛大将になれるとは。悪いがこの立場せいぜい利用させてもらうことにしよう。バカな男だ、人をたやすく信頼して身代わりなどを頼むとは。あなたらしいのです。お前には苦労ばかりかけるが、どうかそれがしの背を見守っていてくれ。はいです。三日月め、今のエンナカムイを力押して落とそうなどとは愚の骨頂。再度の出兵は認めんと伝えろ。しかし帝都の民もエンナカムイからの姫殿下の布告には動揺しております。ふん、さじに過ぎん。オシトルは先立っての戦で二つの過ちを犯した。いつの時代も真実にたどり着ける者は一握り。愚者は見たいものしか見ず、聞きたいものしか聞かぬものだ。エンナカムイからの姫殿下の布告なるものに大層心を痛めたデコポンポ将軍は、その真意を正すべく密かに使節団を率いて出向いた。しかしエンナカムイ軍はあろうことかガウンジを放ち将軍を惨殺。左近衛大将三日月が急ぎ駆けつけ諌めようとしたものの、オシュトルはアクルトゥルカの力を持って追い払った。ここまでの非道を喧伝すれば他国もやすやすと支持することはできないでしょうね。エンナカムイの惨劇、うまくいったものです。
エンナカムイの援助をすれば、すなわち朝廷の敵であることの証明となる。おかげで諸国との国交は断絶状態か。このままではすぐに物資が持たなくなるな。してやられた。偽の王女の剣といい、敵はよほど頭が回る。聖剣の雷光、今回の一件、奴が。兄上。どうした？兄上にお目通りしたいという方々がいらしてます。こちらを。この目録は大軍を数ヶ月は食わせられる量だぞ。トゥスクルはそれらの物資を順次帰国へ進呈する用意があります。それはこのエンナカムイを援助すると。兄様、彼らのトゥスクルの狙いは一体、もしや姉様が。クオン殿が上層と通じている可能性はある。しかし今はまだわからん。はいです。サイは投げられた。果たして吉と出るか、それとも。トゥスクルからの援助で滞っていた物資の流れが安定してきました。ああ、その分を防御の準備等に避けるのは大きいな。正常なのです。やおどうじゃ。わー、なかなかやるじゃない。さすがは正常です。結構なお手前やい。お体はすっかりお元気そうですね。うん、安心せ、完全に元通りじゃ。すごいな王女さん、こんなに強かったのか。何？あれほどの傷が、これもアクルカの力の一端なのか。うん。いた。無理は禁物。顔の肉ごと剥がれてしまいます。マジかよ。まあいいか。猫でどうした？トゥスクルから使節団が到着したのです。何かしらの取引か交渉か。ただで援助というには物が多すぎた。いずれとは思っていたが、割と早かったな。して何か問題か？それが、兄様。まさか王女を名乗る者が来るとはな。お待たせして申し訳ない。遠いところよくぞいらしてくださった。構わぬ。その間そこから民の暮らしも眺められた。良い国のようだ。全ては正常の人徳あってのこと。しかしまさかトゥスクルの王女直々にとは、いささか驚きを隠せませぬ。どういう意向でございましょうか。ベナウィ。は。目録である。改められよ。は。トゥスクル遠征の時の男、確か苦労とか言ったか。まさか王女の側近だったとはな。受け取るがよい。失礼する。前回の倍、それ以上だと。あの、いや、何でもない。少し知人に似ていたゆえな。許せ。いえ、申し訳ありませんです。感謝いたす。これだけあれば当面は物資が不足せずに済みましょう。何時らには必要であろうからな。邪魔するぞ。ちょ、王女さん、何しに来た？そなたがトゥスクルの王女か。余が安住、
ヤマトの正当後継者である。幾度もの援助、同じ王女として直々に礼を言わねばと思ってな。はぁ、王女さんなりに考えてるってことか。ならあえて口出ししなくても良さそうだ。ルルティエ。はい、ただいま。正常、階段の席でこれはいくらなんでも失礼なのです。何を言う、世の心からの歓迎じゃ失礼であるものか。構わぬ。どうじゃ、うまいであろう。世の中心たるルルティエの作ったものじゃ。そしてこちらの二人がノスリとアトイ、言うなれば世の右腕と左腕じゃ。皆世を支えてくれる自慢の家臣なのじゃ。トゥスクルからの援助もまたどれほどの支えとなったことか、改めて感謝の宴を。必要ない。これは対価である。礼など必要ないと言ったのだ。どういうことじゃ。何時と同じ王女か。小野上塾ゆえに全てを簒奪されたものと同じにされるのはいささか不服ではあるな。その言葉撤回してもらいたい。トゥスクルの王女といえど無礼であろう。皆の者よ、聞くがよい。我がトゥスクルはヤマトへと宣戦布告する。待たれよ、その意味を理解しておられるのか。無論、これより全軍を挙げて進攻。立ち塞がる敵は蹂躙殲滅し、ヤマト全土を平定する。何時たちはこの辺境の地にておとなしくこもっているがよい。これまでの援助はこのためか。体よく我らを属国のようにするつもりだ。ふざけるでない。武士と引き換えに国を差し出せと申すか。断じて認めん。ほう、それはなぜだ。断じとて都を、小野が権能を奪い返さんと挙兵したと聞いているが。世のものを取り戻すのは当然のことであろう。話にならぬ。断じは小野が欲を満たさんと望まぬ戦に民を巻き込んだ。違う、世は世の民を。民というものは暮らしを脅かされなければ王が誰であろうと気に留めぬ。天上の権力争いなどありがた迷惑どころか最悪にしか感じておらぬよ。我はトゥスクル王女としての責務を果たし、国に降りかかる災いの目をつまねばならぬ。そのためになら天下の三奪者の名をも甘んじて受け入れよう。災いの目と言ったか。確かに先の帝がトゥスクルへ侵攻したのは事実だが、正常にはそのような意思はない。その懸念は。そうではない。ヤマトの動乱が長引けば長引くほど地は弱者の怨嗟で覆われ、流された血は炎となりて、やがて我がトゥスクルにまで及ぼう。大いなる災いとはまさにそのことに尽きる。我はそれを見過ごすわけにはいかぬ。許さぬ。世のヤマトに踏み入ることは絶対に許さぬのじゃ。何をどう許さぬか聞かせてもらいたいものだ。どうしてもやめぬと言うなら力ずくでそなたを黙らせるまでじゃ。できるならばやってみせるがよい。正常、いけませぬ。まあまあ、いいんじゃないですかい。子供の喧嘩に大人が口出しするもんじゃねえでしょう。いざとなれば頭を冷やしてやるのも大人の務めでしょう。こいつらこうなるのは織り込み済みか。どういうつもりだ。とはいえこうなってはもう止められんか。後悔しても知らぬぞ。ご託はいい。王女さんの力は尋常じゃない。並の人間じゃ相手にならんぞ。だがあの女、何にしてもトゥスクルと敵対することだけは避けねばならぬ。そなたが悪いのじゃぞ。これは攻撃のつもりか、少子。あ、
あの王女さんが力負けした。聖女、王女様、聖女、乗れ。手出し無用なのじゃ。そうでなくてはな。もう終わってしまったかと途方に暮れるところだった。だがこれは手加減せねばならぬわ。よう苔にするか。純然に難事は軽い。そよ風では我を打つことかなわぬというのにな。ならばその身で確かめるがよい。確かめると言われてもな。ちょうど良いものが転がっているではないか。使ったらどうだ。よかろう。今度こそ本当に後悔するのじゃ。何度も言わせるな。ようやく人を切る覚悟ができたか。兄様、これ以上は。止めるでない。これは意地じゃ。大和の王女としてもはや引くことはできぬのじゃ。そなたとは背負ってるものが違うのじゃ。これが大和の重みと知れ。なぜ世の渾身の一撃を受け止められる。世は天使じゃぞ。奇遇だな。我も汝と同じものを背負っているのだ。世と同じ。そなたらヤマトがオンビサイカヤンの天使であるというのなら、我こそはテスクルの王女にして汝と同じ号を宿命づけられし者、オンカミミツアルネミテアの天使である。オンカミミツアルネミテアの天使。